YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ワイパーの中村です。横木です。鈴木です。はい、ということはなんか最近こう4人揃ってこれ来てるともうね説明の必要がなくなってるんじゃないかなっていうぐらいお馴染みになってますけど、はい、ということはフリーストッカー第3弾、はい、これちょうどですね、先日 YouTube でも第3弾頼むってコメントちょうど来てました。そうなんですか。失礼いたしました。このリクエストにお答えして、ジャストタイミングで、お送りするんですけど、今回ですね、まあ、前回前々回と、大変ご好評いただいているセールなんですが、前回言っていましたね、もう値上げ必至だっつって。そうなんです。私もミリタリーウェアハウスでもう 3,4 回言ってますからね、ちょっと順番前後しちゃってるかもしれないってことは。そう、ただまあ実際ですね、アメリカから世界各地から入荷しているこのフリースなんですけど、実際にやはりこの物価の高騰ということもあり、かなり仕入れ値上がっております。ですが、今回までビッグボスと相談してそうです、本当はね、本当に今回はマジで上げる予定だったんですよ。そうですどうしても、私もその、ね、連絡事項で来てたから、実は内々で来てたんで、それをね、あの皆様にお伝えしようとして言ってたんですけど、ただ、一応ですね、まだもう少しだけなんとか頑張れるかなっていうような判断がついたので、今回までは、以前のままのこのプライスで据え置きプライス、特価で提供させていただきます。でそしてさらに今回それだけじゃないんですよ、実は今私たちが着ているのはこちら、なんとリジェクト品なんです、そうなんです、誰一人多分気づいてないんです。まあそうですね、この画面越しでは全く分かんないですね。まあ、このワイパーでですね、買い物している方、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、うちその実物ユーズド品って結構状態がまちまちなので、こうそういう訳あり品をちょっとお安い価格でのリジェクト品というようなカテゴリーで提供してるんですよ。でさらに、まあ、その普段からお求めやすいこのリジェクト品なんですが、今回のフリース、リジェクトのアイテムもさらにこのプライス、これはすごい、これすごいですね、価格の価格になっております、例えば大手のフリースの同価格帯のフリースとかでもボールテック使ってるところないですからね、これなんと赤字らしいんです。いやもうめっちゃ赤でしょ、この素材自体が、このポーラテックのこの面積自体でもその金額超えちゃってますから、実際にやはりこの実物ユーズド品ということなので状態は本当様々なんですけど、今回そういった訳あり品に限ってはもう赤字大出血ということで提供させていただきます。まあ、実際にその皆さん今着ているものとかで、じゃあ具体的にどんな訳あり品なのか説明していきましょうか。そうですね、じゃあ鈴木からいきますか。私はですね、これ正直分かんないかもしれないんですけど、この襟裏にですね、ここら辺がちょっとだけほつれてるんですよ。これはね、訳あり品の中でも結構状態がいいやつですね。そうですね、だってもうパッと見分かんないですよ、おそらくこれ渡されて10秒以内にどこですかって答えてくださいって言ったら多分みんな不正解です。実際うちらがそうでした。そうでした。そうなんですよ。どこだどこだって言ったらここだっつって、まあ、ただこう襟隠しちゃえば分かんないから、まあ、こういうのも入ってます。で続きまして私の場合はここですね、袖にこれタバコの跡かな、なんかちょっと焦げたような跡でちっちゃい穴が開いてる、ただもうこれもそんな私はもう全然気になる、全然支障もないと思います。保温性だったり着用には、絶対多分気づいてないですよね、多分見てる、そこだけなんですか。そうです、これはここだけです。そうですね、実は私はですね、ちょっといろいろちょっとありまして、皆さん聞かれました。でまずここにですね、ちょっと目で確認できる汚れ、みたいなことが1箇所ありまして、ね、ここに限ってはが閉まらない。あ、なるほど。開閉ができないってことですね。なんで、開けてガーディガンの風にざっくり羽織れるようにですね、分かりやすいこのリジェクトの箇所が多いというもの、ってことで、もう自分なんか特に分からにくいと思うんですけど、これ色ムラなんですよ。色ムラって色ムラ？マジで映像じゃ分かりにくいですけど、ちょっとあのこの何でしょう、このナイロンとこ、流用にフリースのね、この色ムラがあってここら辺とか分かります？でもこれは本当ね、色ムラどこですかってずっと見ても分からなかった。こんな感じ。ここら辺がちょっと少しだけ色が落ちてる感じ。そう、ここら辺とか。うちの倉庫スペシャリストの集まりですから。これね、すごい厳密。穴もなんもないですよね。これ全然気にならないでしょ、これ実際にね、あのこれオフィスで自分が秋冬場とか使ってるフリースなんですけど、だからあの値段安いから自分はリジェクトのフリースを秋冬とか部屋着とか洋服とかで使ってます。最高です。まあ、室内着とかだったら全然着れます。そうですね、だから考え方次第でこの金額なら、あの
ジェネワンとかのセルを持ってる方、レフリース持ってない方はリアルなこのライナー使いとか全然支障はないんです。本当に足ためで食べるだけみたいな。ウォーカー性めちゃくちゃ段違いに上がりますからね。セルにこれをまとめて。そうですね。そういうのもありますし、コーラテクですからね。はい、もうちょっとね、なんかこうやってなんかいろいろね、はい、なんかこう作れる方は、あーリメイクですね。そう、なんか作ってもいいし、はい、いろいろできると思います。これなんかもね、来てうちで外にやってました。そうです。はい、作りましたね。はい、こういうのもできます。はい。まあ、自分で手芸とかする方だったらこういうような穴とか全然塞げると思うんですね。そうですね。間違いない。皆さんコーラテック買おうと思ったらマジ高いです。そうですね、はい、本当にそうだと思います、ね。はい、この値段じゃ絶対に大人気で、これ生地としてこの価値がありますからね。生地の価値観でも金額を超えちゃってる、はい、はい。実際にこういった形で、まあ、通常のユーズドからリジェクトまでさらにサイズも様々ご用意させていただいてます、はいはい、でさらにですね、うん、こちらユーズドのコンディションのものはセール価格でも購入すると送料無料ということで、はいはいはい、もうその値段ぽっきりなので、はいはい、実店舗で買うのと一緒と、はい、条件は、はい、なので本当にもう試しに持って、まあ、1枚買ってみてよかったら2枚3枚と、はいはい、期間限定ですけどそちらでですね、はい、今から、出血代プライスということで、はい、だからまあ私服用に普通のユーズド買って自宅とかオフィス用とかにこうリジェクト買っていただくのがいいかもしれないですね。そっか、中村さんも確かリジェクト、そうです、リジェクト2枚目、3枚目はリジェクト、はいはい、だから全然そういった活用もしてますし、私はあんま気にならないでガンガンしてます、はい、逆にそうですね、なんか倉庫とかそういったもの、そう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 、はい、そういったものが気になる、本当に汚してもいいみたいな感覚で使えるものいいと思います。そういった形で、はい、今回もお得なフリースの特価の情報でした。はい、はい、ということで、改めてもう一度、はい、この時間で販売、この価格、この時間で販売させていただきますので、はいはい、ぜひ概要欄の方からリンクチェックしてみてください、はい、でマジでこれ郵送の価格に関してはこれがラストと思っていただいて結構ですので、うん、はいはいはい、本当にラストですかもしれない、はい、はいはいはい、ということで、うん、この冬に今年の冬に備えて、はい、2枚目3枚目もありなリジェクトも今回新たに加わりましたので、はい、ぜひご検討ください。はい、それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、マジで買いです。